はい。どうぞ、こんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、3月はスイカ利用で10%還元、最大20ポイント貯まる。JR 東日本の方は必見ということで、今回はスイカでこれはいいなと思うキャンペーンがありましたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。で、先にお伝えしておくと、このキャンペーン自体は対象となる方がですね、かなり限られてくるかもしれませんので、そこはご了承ください。それでは、行ってみましょうで、今回お伝えさせていただくキャンペーンは大きく2つに分かれております。 まず一つ目は、通勤などで利用すると、ポイントが最大20ポイント、あとは10%還元というキャンペーンがあります。 それがこちらですね、スタートニュー通勤スタイル、新しい通勤を応援するポイントサービス始まりますということですね。で、サービスの概要なんですけども、JR 東日本は旅と暮らしを新しい形に、スタイリングザニュー n って言うんですかね、をコンセプトワードとして新たなライフスタイルの提案に取り組んでいます。2021年春より多様化する働き方に合わせて、JRE ポイントの2つのサービスを開始しますということですね。そうなんですよ。今出てるように、ここにオフピークポイントサービスというものと、 リピーーートトポインンンサービスといいう大きく2つののちょっとしたたキャンペーンみたいなものが発表されましたで、まずこの緑色のところのオフピークポイントサービスについて見てみましょう。まあ、ここにも出てる通り、スイカ通勤定期券をご利用のお客様に向けた快適な時差通勤を応援するサービスですということですね。ちょっとこれクリックします。そうすると、ご覧のようなページが出てきます。オフピークポイントサービスということで、どんなものかと言いますと、2021年の3月15日から、ちょうど来月からですね、平日の朝に スイカ通勤定期券で対象のエリアの各駅でポイント還元対象となる時間帯に入場した後対象エリア内の駅で出場した場合に JRE ポイントを還元しますということになっておりますまずこの気になるこの対象エリア内ということなんですがそれが実際にここに出ておりますこの枠の中ですねちょっとクリックしたらですね拡大図が出てくるんですけどもこんな感じとなっておりますまあ、ご覧の通りですねこのオフピークポイントサービス対象エリアというのはこの 青の点々点ってなってる枠の中なんですよ。まあ残念ながらね、僕は九州の福岡っていうところに住んでるので、この中には全然入ってないんですよ。なので普段からこういった地域でスイカを利用されてる方はかなり美味しいキャンペーンかなと思います。で、このオフピークポイントサービスの対象となるお客様ということなんですが、先ほどもお伝えしたように、スイカ通勤定期券をお持ちで以下により、 エントリーいただいた方が対象ですということですね。まあ、こういったものが対象になってますよということで、エントリー方法がめちゃくちゃ簡単となっております。まずは、ステップ1、対象のスイカ、通勤定期券を JRE ポイントに登録をすると。それはもうこのページから行ってください。登録はこちらというところがあります。で、ステップ2、JRE ポイント、ウェブサイトでエントリーを行うので、で、ここでエントリーまで完了したら、あとは使うだけということになります。 で、一応ですね、ポイント還元対象となる時間帯とか、還元ポイント数っていうのがあるんですけども、この対象となる時間帯というのがあるんですが、これは駅によって異なりますという風に出ております。なので、これに関してはね、事前にどの駅がどの時間帯でポイントがもらえるのかっていうところを確認する必要がありますね。まあ、このポイントの種類で言うと大きく2つに分かれてるみたいで、早起き時間帯っていうものと、ゆったり時間帯っていう風に分かれてます。早起き時間帯の場合は15ポイント、そして、ゆったり時間帯の場合は1日に20ポイントまでもらうことができます。で 実際にどんな風になるのかというイメージがちょっとできにくいとこはあるかもしれないんですけども、プレスリリースにちょっとした例が載っておりました。 オフピークポイントサービスの例ということで、大宮駅から新宿に通勤される方の場合ということなんですが、先ほどお伝えしたように、まずステップ1でスイカの通勤定期券をですね、JRE ポイントに登録した上でエントリーを行ってくださいと。そしてこのステップ2ですね、ま、この早起き時間帯とゆっくり時間帯っていうのを事前にまずは確認していただいて、ま、大宮駅の早起き時間帯っていうのが5時45分から6時45分。これが15ポイント。 そして、ゆったり時間帯の場合は、20ポイントということで、8時15分から9時15分の間ということですね。で、ステップ3で、早起き時間帯、または、ゆったり時間帯入場した場合は、15ポイントもらえるか、もしくは20ポイントもらえると。あとは、この JRE ポイントのウェブサイトにて、ログインしたらですね、ポイント還元を実際に確認することができますんで、まあ、普段からね、ポイント貯められている方であれば、まあ、見たことある画面かなと思うんですけども、いつ反映されるのかっていうのは、ここにも出てません、ね。ご利用状況を2ヶ月ごとに集計して、集計の翌月にまとめて還元されます。 という風に出ております。けどまあ、冷静に考えてすごいですよね、このキャンペーン。まあ、場所はかなり限られてるとこではあるんですけども、普段の通勤におまけとしてポイントがかなりついてくるっていうね。しかも、15ポイントとか20ポイントって結構大きいなという風に思いますね。 で、ポイント還元されない場合とかも色々あったりするので、ちょっと僕はここの人じゃないんでちょっとよくわかんないんですけども、しっかりとここを読んだ上で、普段から通勤で利用されてる方はチェックしてみてください。で、あともう一つのリピートポイントサービスですね。スイカの入金確保チャージ残高で、繰り返し在来線をご利用になるお客様に向けたお得に貯まるポイントサービスですということで、こちらもクリックしてみましょう。そうするとご覧の通りですね、リピートポイントサービスということで、スイカの入金チャージ残高による、在来線の同一運賃区間のご利用 回数が月10回以上となった場合に JRE ポイントを還元しますということですねしかもですねスイカの入金残高による鉄道のご利用に対する JRE ポイントの還元モバイルスイカだとご利用額の2%カードタイプのスイカの場合はご利用額の0.5%とは別に還元されるということですのでここはさらにいいですよねで対象となるエリアは JR 東日本の在来線すべてのスイカエリアというのはこれはこれでまた熱いですよねで先ほどと同じように対象となるお客様はこの j r ポイントにスイカを登録した上でスイカの入金チャージ残高で繰り返し対象エリア内の在来線をご利用いただいた方ということになっておりますで内容としたら先ほどもお伝えしたように同一区間のご利用が同一月内に10回となった場合に運賃1回分相当の JRE ポイントを還元しますさらに11回以上のご利用で1回ごとの運賃の 10%当の JRE ポイントを還元しますと。これめちゃくちゃ熱いですね。で、還元されない場合もしっかりと出ております。で、ポイント還元時期も出てますね。10回以上に到達した翌週以降にポイントが還元されるということになっております。で、こちらのキャンペーンは3月1日からスタートしますね。なので、今お伝えしたように、とりあえず10回以上月に利用したら、このうんち1回分のポイントが還元される。で、で、10回を超えた場合、うんちの10%分のポイント還元がされていくということになっております。なのでね、通勤で普段からこんな風に使ってる方は、こういった方法 結構ありで、すよね一応ですね、先ほどお伝えしたように、まあ、例はこんな風にプレスリリースの方にも載ってますんで、詳しく見たい方は見てみていただいてもいいのかなと思います。で、実際にですね、今回その還元される JRE ポイントについては、まあ、ほんといろんな使い方があるんですけども、まあ、鉄道であったりとか、駅中とか様々な場所で Suica が使えるとこでは全然電子マネーとして使うこともできますし、駅ビルで1ポイント1円として使えたりとか、あとは何かしらの商品にも交換できるみたいですね。あとは JRE モールっていうのもあるみたいで、こちらも1ポイント1円として使えたり として使うううこことととががででできるるのののの全全然然 GRE ポイントままってっていいいいも利用すす幅ははかかかななななり広いのかなと思思消化は全然困らに以上が一つ目のキャンペーンについての解説でした。次二つ目、モバイルスイカにチャージをすると3000が抽選で当たるというキャンペーンですね。それがこちらのキャンペーンとなっております。モバイルスイカにチャージお買い物キャンペーンスイカチャージ3000分500名様にプレゼントということで、こちら2月の1日からすでに始まっておりまして、2月の28日までのキャンペーンとなっております。で、内容なんですけども、 もうキャンペーンサイトからエントリーをまず行いますで期間中にモバイルスイーカーへ1回5000以上のチャージをして対象店舗、駅中、駅ビル、ホテル等で1 1>, 1回税込み1000以上のお買い物をされた方の中から抽選で合計500名様にモバイルスイカチャージ過去3000部をプレゼントされると。で、さらに JRE ポイント、ウェブサイトにスイカを登録した方限定でダブルチャンス賞として100名様に JRE ポイント500ポイントをプレゼントしますということですね。なので、とりあえずまずエントリーを行ってモバイルスイカに一回5000以上のチャージ。で、対象の店舗で税込み1回1000以上のお買い物という条件ですね。 で、それぞれですね、まあ、こういった注意点とか何かしら書いてますんで、ここを事前に参加される方チェックしていただいて、まあ、気になるね、キャンペーンの対象店舗なんですけども、 ま、ここにも出てる通り、JR 東日本グループの駅ビル及び一部駅中店舗ということなんですが、今出てるようなお店となっておりますが、全残念ながらですね。僕の知ってるお店は一つもないですね <laughs>。このニューデーズってなんか聞いたことありますね。なんかよくツイッターとかで流れてる気がするんですけども、聞いたことあるだけで行ったことはないです。 まあ、なのでね、こういったところが対象となってますんで、先ほどのこの条件をクリアする必要があるんですけども、利用される方はですね、エントリーした上で参加してみてもいいのかなというふうに思います。そ、まあ、そんなこんなで今回は、スイカに関するキャンペーンを大きく2つに分けてお伝えをさせていただきました。まあ、先ほどお伝えした1番のところに関しては、まあ、普段から先ほどお伝えしたエリア内でスイカを利用されている方は、もうぜひとも参加した方がいいかなと思います。 ま、ほんとね、ただただ通勤で定期券とかを利用されてるのにさらにおまけが結構大きいので、まあ、参加できない僕からすると結構悔しいんですけども、まあ、参加される方はですね、先ほどお伝えした手順でエントリーとか、あとじ、あとは時間帯など確認した上で利用してみるのもいいのかなというふうに思います。で、2番のキャンペーンに関してはね、ま、抽選のキャンペーンなんですけども、そういったお店を普段から利用されてる方は、まあ、気軽に参加する程度でいいのかなというふうに思います。今お伝えしたね、キャンペーン2つに関しては概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。 とということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました まあ、今日ですね、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、あの、LINEPay の LINEPay プリペイドカードですね。こちらが、今まで ApplePay でしか対応してなかったんですけども、今日の発表で GooglePay にも対応しましたという発表がありました。まあ、つい最近動画にもさせていただいたので、いずれ出るであろうなということだったんですけども、ま、あま、あ結構早いタイミングでしたよね。ですけども、まあ、ちょっとね、これを見たら、僕の動画が一部フラッシュバックしてきたとこではあったんですが、それがこちらですね、ビザ LINEPay 実質60%還元、しかし、 ということで、猫ちゃんがちょっとうるうるしてる動画なんですけども、っていうのもですね、こういった Google Pay のサービスが始まりましたよ、みたいな感じで、お知らせが出てきて、登録して簡単に使えます、みたいな感じに促してくるんですけども、この動画で紹介したこのキャンペーンは、サービスが開始して登録した人は確か、キャンペーンの対象外とかだった気がするので、それでね、ちょっと悔しい思いを僕自身がしたので、 もし、Android を利用される方、そして LINEPay、GooglePay 利用されてる方はですね、サービスが開始したからといって、とりあえず登録はグッと我慢してください。わかんないですよ。そういったことが僕も経験上あったので、とりあえず我慢した上で、キャンペーンとか開催されたタイミングで登録するぐらいが僕としたら一番いいのかなというふうに思います。まあ一応こちらのね、発表されたリンクに関しても概要欄に貼ってますんで、気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで、ありがとうございました。